今回りました、はい、今回りましたか、はい、はい、帰ってきましたけども今僕私はね、妻を作ってるんですよ。おー、人参ですね、でも、うん、ちょっとどこけんすよ。はい、ほんとちょっとでいいですよ、今日は。今日捌く包丁はですね、これではありません、はい、これではないですね、はい、この柳じゃないですね。今日使うのはこちらでございます。はい、こちら出てきた、ドン、お料理包丁でございますよ。はい、これですよ。はい、出た、ちっちゃいやつ、はい、こいつで、はい、シーバスを捌こうと、なるほど、いう企画でございますよ。シーバスいけるかな。メバルはなんかまだですよ、サイズ的にいけましたけど、ね、デバと柳があるから、ここにほら、デバと柳が、そうですよ、デバと柳ですけどね、デバと柳があるから、そこに、まあそうですよね、そいつを使って、はい、お刺身を作ろうかなと。もうおバカな感じですけど、ね、そうですね、結構大変ですよ、はい、わざわざ大変ですよ、わざわざね、はい、そこがやっぱりね、やっぱりこうやってみたいんですよ。チャレンジ系ですね。はい、チャレンジ系でございます。妻は別に今ね、はい、いいんですけど。すげえ。やっぱりね、自分で切った方が細かさ。そうやろ、機械やっけんね。いや、そうですけど、僕こんなことできないです。いやいや、妻作ろうと思ったことないです。カツラ向きもできないのに。カツラなのに？ちょっと待ってください。ダメでしょ、そういうの。どう見てもちゃんと地毛ですよ、これは。はい、お風呂も一緒に入りましたよね。地毛です、はい、入ってですね。はい、そうでしょ、地毛ってことで。ちょ、だからダメですよ。よし、じゃあ行くよ。お願いします。お車庫入っとるな、このサイズでも。で、このシーバスを、はい、まあ、捌くんですけども、はい、どこからそれをするかですよ。まあ、鱗をかぶったな、今。鱗はさすがにね、さすがにね、切れ味が落ちちゃうんで、これちょっとね、さっきのエクスカリバーでね、はい、ちょっと鱗だけ剥ごうか。わかりました。あくまで美味しく食べたいんで、僕は、はい、ゼロから3枚おろしがそのちっちゃな包丁でできるかですよ、問題は。そうですね、結構ちっちゃいですよ、これ言うて。ちっちゃい、こんなんしかない、こんなん。このゼバー、刃渡り2センチぐらいしかありません。ほんとっすね。あ、もう車庫の色のなんかずっと、あ、この緑の感じですか。かっちゃんのエクスパリオ、エクスカリが一丁も切れないですか。名前が書こう、名前書こう。車庫に入ってしまう。あ、胃袋入っとらんかな、まだ。あ、入っとんね。なんだこれ、それなんですか。原型がわからない。もうわからないですね。なんかわからない、緑色のぐちゃぐちゃが出てきましたね。なんかぐちゃぐちゃなやつが出てきた。うわ、もうじゃあこっからってことか。そのままで OK というね。あ、でも池作りにしたらあれか、姿盛りってこと。姿盛りって言わなかったっけ、今僕。今池作りって言ったよね。ごめんなさい、姿盛りのつもりでした。池作りってことはこっちまで。いや、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。息づくりって言った。ごめんなさい、ごめんなさい。お願いします。すいません、すいません。お願いします。息を吹き返すってことか、ここから。お疲れ様。今日食べに来たやろ、女の子たちで。そうです。いいな。いいな。私誘われてないんだけど。私も行きたいよね。行きたいわ、本当に。いちこちゃんがすごく行きたがってるの。ああ、寂しいな。無視や。誘ってくれない。頭をこいで行く。頭までは行きますかね。頭で行くよ。はい。うん、やっぱみんな新しかけんね、はい、プリンプリンですよ、うん、ほんとプリンプリン、ね、たまにプリンプリンの変なプリンプリンのしたもんね。あ、プルンプルンのやつがいますよね。プルンプルンのいりますもんね。プルンプルン、まあね、プルンプルン怖かけどね、味の違うというもんね、ま、うん、プルンプルン。ここからでしょ。さあ、ここからですよ。うわー、ここからか。さあ、エクスカリバー封印。エクスカリバーを置いて、置いて行くぜ。お願いします。まずはデバで行きますよ。はい。うわー、恋ちょっと難しかかもしらん。ほんとサイズ感が。行くばい。お願いします。あ、やっぱ難しかかな。ちょっとメバルぐらい良かったけど。あ、難しか。わーわーわー。ほら、そうだね、うん、包丁としては、はい、めちゃめちゃ切る。切れ味はいいけど、やっぱりその刃の長さが短いっていうのがちょっと致命的にあれですね。あ、結構難しそう。難しかよ。やりにくそう。いつもここでジャッジャッてするけど、はい、これちっちゃいがけん、はい、
本ずつ。うん。よしと。おお。よしと。わあ、いった。おお、すげえ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 。あ、これプルンプルン系かもこいつ。ちゃんといってるじゃないですか。いけてますね。いけてますよ。さあ、あと半身。でも、よう切るですね、その包丁。切れる。けど、やっぱりちっちゃかけんが、はい、おすすめはしませんよ。できるかどうかをやってみるってことですからね。やって確かめればいいんですよ。でも、なんかその釜のところスッと入りますもんね。そう。めちゃめちゃ切れ味は最高。あ、これいっかな。普通の包丁だったらこんなとこ難なくいくんでしょうけどね。うん。ああ、知った。どうかな。やったー、三枚おろし山場超えましたね。うん、いや今からまた難しかばい。ちょっといくよ。はい。逆にその細かい作業はやりやすい。言ってよか、指のつっこた。そうか、指のつっこた。指のつっこた。親指のめっちゃつってきた。そう、もう指先だけですからね、力入ってるの。うん、ほら、おー、きた。きれいに取れた。おー、きた。ほんと、きれいに取れた。いや、親指つる。つる、親指の。親指めっちゃつっこた。つる。親指のつる。だってもう第一関節でしか持てないですもんね。そう。痛い、親指が痛い、親指が痛い。親指めっちゃ痛い、人差し指もやばい。あ、でも綺麗に取れてるっすね。うん。ほら、取れた。いや、取れない。ほら。あー、取れたよ。すごい綺麗に取れてますね。ね。そう。よ、切るよ。いや、切れそうですもん。めちゃめちゃ切るよこいつ。明らかにうちの包丁より切れますよ。だってその皮ギコギコしないと切れないですもん、うちの。やばかね。こいつはじゃあもうお持ち帰りにしとこうか。はい、ね、これだけ。さあ、皮引き、皮引き、刃渡りが足りない。出歯でいきますか。抜けた。足りない。出歯でいきますか。抜けた。うわ、マジか。悲しい。マジで。投げていきます。はい、お願いします。なんとかギリギリ。うん、ほんとギリギリ。お願いします。痛い、親指が。この親指が痛いんだよ。めちゃめちゃつっこたいよ、マジで。ですか。むっちゃプルプルすっけ。もうちょいっす、もうちょい、とりあえずもうちょい。ほら、おお、綺麗綺麗綺麗にいけたね。綺麗にいけてますね。さあ、ここから。ほら、薄い薄い。ちょっとこれ。繊細作業だなこれ。またいないけ、人たちでね、綺麗。ああ、そっか。かりん、かっちゃん、よいしょ、どうぞ。かっちゃん用の、はい、お刺身。
はーい。大葉がないのがちょっと寂しいけど。で、綺麗ですね、でも。ちゃんとさばけた。はい。ミニ包丁でさばきました。お寿司、お刺身食べてください。はい、食べてください。いいですか、僕だけ。うん、もちろん。どうぞ。ありがとうございます。薄いですね。ねえ。本当の薄作りかもしれない。シーバスの薄作り。いただきます。はいよ。うわぁ、綺麗ね。はい、いただきます。はいよ。うん、やっぱ素晴らしいっすね。有明シーバスやっぱ美味しいっす。美味しいよ。今回のもやっぱ脂乗ってますね、これ。乗っとんね。はい。あのびっくりした、シーバスにちょっと脂を感じるもやっぱ。あー、うまい。ちょっと足りないな、もっと食べたいな。ザラって取ってくってこない。ザラって取りたいです。ザラってとか、そのちっちゃい言葉もう、あんまいってやっちゃってくださいよ。やっぱっすね。うん、贅沢っす。本当にこれね、多分ね、うなぎ焼きがばいさばきやすか。あー、逆に。ということで、ミニ包丁シリーズでした。はい、このちっちゃな包丁、包丁でなんて言いました今。このちっちゃな包丁で、はい、もっとでかいやつさばけるんじゃないのと思った方は高評価ぜひさばいてくださいね。チャンネルのコメントよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、親指つる。今日はね、はい、この竹を使って穴すりをするんですよ。はいはい。あ、なるほど、そこから穴すりか。穴すりですよ、これ。なんか関係ねえ。はい。あ、いたー。